はい、こんな感じ。うまそう。オイスターオイスター焼きそばの熟成焼きそばの大磯屋。こんにちは、焼きそばけんちゃんです。こんにちは、焼きそばひろちゃんです。はい、寒いこの時期は、牡蠣がね、美味しい時期です。じゃあ今回は牡蠣を使ったレシピ作っていきます。はい。はい、その名も牡蠣のオイスター焼きそば。違う。オイスターオイスター焼きそば。オイスターオイスター焼きそばです。使っていく材料はこちら。はい、麺はオイスヤの、熟成焼きそば、中太麺で作っていきます。まあ、今回あのパスタ風っていうのかな。材料は、舞茸、牡蠣、これはもう塩で少しね、まだ水切ってないのでこれから切って調理をしていきます。はい、で、ニンニク、飾り付けの糸唐辛子、オイスターソース、白ワイン、バターと醤油で、水気取ってからまぶす片栗粉で、味付けは塩コショウと油はオリーブオイルを使っていきます。ニンニクのみじん切りをします。みじん切り。そうだね。出たらいいと思います。はい。出して。水分取ったら、で、もういいのそのまま。あ、いや、見つけちゃった。はい、では今日はまず、麺を焼いていきますね。はい、ではオリーブオイルで。おいさんの熟成焼きそば焼いていきます。はい、そしたらちょっとね、パリッと、焼き上げたいので、半分の 15cc、 大さじ1杯分ですねの水分を加えて、パスタ風にね、ちょっとアルデンテっていうかな、この食感を出したいので、ちょっと水分を少なめに入れて、はい、で中火で、しかもまたこれでね、蓋をせずに、焼き目をつけていきます。で、まあ、なぜね、水分をまた抜いていくかっていうと、最後にね、パスタ風に仕上げるときにこう、まあ、お湯かな、少し水分を加えるので、その分を見越して、要はもう麺を乾かすように、焼いていきます。はい、およそ1分半ぐらい経ったかな。あ、いいですね。はい、まあ、程よくいい焼き目つきましたね。で、反対側も焼いていきます。はい、およそ1分経ちました。どうかな。あ、いいかな。はい、反対側もいい焼き目つけましたね。ではこれを一旦お皿に出しておきます。はい、ではフライパンにバターを入れて、ちょっと余熱でね、まだ温かいで、今火はまだつけてないです。で、片栗粉をまぶした牡蠣を、で、火つけます。はい、そしたらここに最後ね、もうほぼ火が通ったところで、こう醤油を、どうだろう、小さじ1杯分ぐらい、大さじ1だといいかな、少しこう、もう下味をつけるような感覚で味をつけたら、お、はい、これを、もうお皿に出します。もうこれだけで美味しいので、よし、はい、こんな感じ、うまそう。よっしゃ、こんなもんですよ。見ました。こんなもんですよ。もっともっともっとだ。油多いじゃなくて、オリーブオイル多めでしっかりと、パスタとか料理
作ってるとこ見たことあると思いますが、うん、多めかオイル系ですから今日。そうか、じゃあ舞茸、白ワイン、うん、弱火で飲む、中火ぐらい、はい、オッケー。オイスターソースね。爆発。お腹痛い。どうぞ。水30。うん。水が入って。だって今麺をこれ固めに焼きたいので、うん、そうするとちょっとこうチーズの、ね、麺がまとった状態で、ちょっとこうパスタの入れたアルデンテみたいな感じになって、うん、うん、ちょっと OK、はい、ちょっと今落ちていきます、いや、まず、辛辛カキ入れて、もうちょっと食べたカキ入れます、最後入れたね、そうだね、もういい、いいよ、仕上げやらなくて、うん、はい、うん、上に、はい、乗せたら、完成でーす。よ、はい、じゃあいただきます。いただきます。うん、いい匂い、あ、いい匂い、うん、美味しい、美味しいじゃん、うん、美味しい、うまい、あの、やっぱり麺をね、しっかり最初に水分を抜きながら焼いて、最後に水分を加えてるので、あの、パスタのような食感にね、あの、仕上がるんですね。で、牡蠣もね、非常に、まあ実は本当はあの牡蠣炒めるとき、白ワインを加えて、臭みを飛ばしながらというところを私が忘れておりまして、後からこう蒸すときに使う、たのは使ったんですけれども、まあ、ちゃんとこうワインのこう風味もね、入ったような非常にいい仕上がりになったかと思います。まあ皆さんちょっとこれを参考にして、もうちょっとねアレンジしながら、完成度を高めていただければいいかと思います。はい、味は良かったね。はい、美味しい、とっても美味しいので試してみり、ない牡蠣うまかったで、うまい、うん、舞茸もとってもいいですね、うん、いい味だそうです